今回は雲仙帝ホテルでズワイガニ国産牛食べ飲み放題をしてきました。正直過去一かもしれません。会場の様子をまとめているので行く前にぜひチェックしてください。この動画が良かったらチャンネル登録いいねよろしくお願いします。島原港からは雲仙帝ホテル大体30分ぐらいで行けます。無料送迎バスもあるのでぜひ活用してください。それでは夕食バイキングの様子です。今回は1泊2食付きプラン 14,300円からあります。今回は誕生日プランで予約したので大体2,000円ぐらいでした。はい、こんな感じです。もう一通り見ていってください。気になる方はどんどんですね。このエビ天最高でした。美味しいです。で、はい、エビ、まあ、車エビも焼いてくれてますね、このまま。はい、でカツと、あと松浦さん、なんかあの地元のやつって感じです。でこれがまあお寿司コーナーですね。いや結構お寿司新鮮でいいんですよ。びっくりしましたね。結構本当に美味しかったですね。でお刺身もあって、お刺身食べ放題好きなんですよね。で子供用のこういう風な、なんていうんですか、このキッズ食べ物もあるので、この辺お子さん連れでもいいですね。はい、でこの辺はなんかあの、はい、いろいろカクテル作れますよ的な。はい、これはデザートコーナーです。僕はあまり食べてません。はい、エビチー、こんな感じ。はい、こんにちは。これがホテルの食べ放題ですよ。最高でございます。はい、やばいやばいやばい、美味しそう。やっぱり黒毛ですこれ。なんかタラバもさ、え、これ時間90分足んねえぞ。とりあえず、これうまそうだな。何これ。ちょっと赤くてもいいかな。ちょっと俺ロースいっちゃいますもんね。ちょっと赤くてもいけるよね、まあ、結構赤いけどいけるよね。もうちょい行くか。これ食べていい？ローストビーフの寿司。ローストビーフの寿司もうまい。いやもうこれいっちゃうっしょ。やばい。めちゃくちゃうまい。